県道道295、この道は旭山動物園から旭山市街に向かう道になります。中心街まで9キロ。この辺は何て言うんだ、東旭川とか東神楽、東川とかですね、なんか似たような名前がいろいろあるんで、どこだべなって最初は迷いますけど、ここは東旭川、日の出っていうところです。で、あの旭川空港に、まあ、ここにいて旭川空港に行きたい人はみんなここで曲がります。まあ、自分も曲がってみたいと思います。まあ旭川の方から来たらもう一本右側の道に入ってきたりしますけど、とにかく向こう側に行けば、旭川空港になります。ここは、正面の若干、左側になりますね、旭川空港は。それなりの歴史があって旭川空港は無事故だって聞きますね。その空港の向こうの方に、十勝岳連峰が残雪を白くね見せて、ああいい風景になっています。はい、どっかで自分は右に曲がります。